まずはお腹空いたんで、僕の大好きなブンチャを食べに行きます。今までハノイで2回ブンチャ食べたんですけど、同じ店しか行ってないんで、ちょっとねこれからブラブラして適当にお店を探して入りたいと思います。出た、ベトナムの路上カット。1年半前来た時にやったやん、俺もホーチミンで。超懐かしいな。青空カットですか？青空カット。あれタダなんですか？いや違うと思う、10万ベトナムドンぐらいかな、おそらくそんぐらいだと思います。すごいな、ここ初めてのスタイルや。肉とこれが別々になってる。マジでうまそうよ。そうっすね、これご飯にかけて食いたいな。めちゃくちゃ食いたいです。豚丼みたいな感じで。全然切れてへん。ちょっとスープの色は薄めやな。なりやす。まあ、言うたらつけ麺みたいな感覚 でこれがライスヌードル、米粉の麺みたいな形で、こっちのスープだ、なんか酸っぱさもあれば甘さもあるみたいな、ちょっと独特な感じの味がして、マジで癖になる。これは全然切れてない。全然切れてない。麺は言うてライスヌードルとは言え、そうめんみたいな感じですか。えぐいて叫びたいぐらいすごいわ。これは肉の旨味をこのタレに浸して、まずはそのままいきます。てか僕が食べたほとんどのところはこの普通の豚バラ肉と、あとは肉団子みたいなハンバーグみたいなやつとかもあるんですけど、ここはなんか見た時から肉団子はなくて、ほぼ豚バラみたいな形で、肉の旨味がスープに浸ってて、これまたうまいんですよ。かつ辛いの、これがチリなんかな、多分結構辛めで、あんまりいっぱい入れすぎたら、ちょっと入れすぎたんですけど。めっちゃ辛い。辛そうですね。めっちゃ辛いけど最高にうまい。もうぜひ皆さん絶対食ってください、ブンチャ。特にこのハノイが有名みたいで、道端で見つけたようわからん店。ロケーションすごいですよね。めっちゃいい。あっちそば見て、超ローカル。ここで皿洗いして、この低い椅子で食ってこれがベトナムです。ベトナムスタイルですか。ベトナムスタイルです。しかもこれで5万ドンっていう、だからだいたい300円ぐらい。そう、今円安やから、昔だったらもう200で割ればいいだけだったから、250円やったんですけど、これでも言うて300円から近すぎ。はい、っていうのでこれから皆さん大好きショッピングに行きたいと思います。あちゃっ、でかいマーケットがあるらしくて、ですね、そこに行っていきたいと思います。中に混入していきます。名前はおにゃらららマーケットらしいです。いいね、何でも欲しくなってくるわ。こんなとこ2人寝ちゃうか。ついにバックパッカー引退。キャリーバックパッカーですか。キャリーバックパッカー新しいですね。すげえ、全然気づかんだけど3階まである。2階が全部服とかかな。靴買いたいなついに買っちゃうんですか。え、また詐欺じゃないんですか。え、買う詐欺じゃないんですか。いやいや、今回買う。今回だってこのダイソーのサンダルしか持ってきてないもん。300円。靴ボロボロになったからちょっとどっかで買おうと思って。思い出した、昔来た時にむっちゃ値段交渉しやないか、最初結構ふっかけられるから、そっからどんどん下げやないかんっていう、なんかめんどくせえ。昔は楽しかったけど、もう別に来るのはいいやって思いますね。圧迫感がすげえ。なんかちょっと顔が見てる。ガンは見事に買う買う詐欺してしまいました。言わんこっちゃないじゃないですか、はい、まさかメンズの服が売ってないとは思わへんだ。見て、久々に海外でこんな普通にある自販機を見たかもしれない。日本にあるような自販機なくて、海外には。しかも意外と安いし、コーラ1万やったらコンビニとかあらへんな。素晴らしい、買いません。行きやす
ということで、バインミー食べちゃいたいと思います。終わってた、違うとこ探しましょう。はい、っていうので50メートルぐらい歩いたらもう一気やったんで、もうねここにします。来ました、最高や。早速いただきます。バインミーがベトナム風サンドイッチみたいな感じ でベトナムがもともとフランス領の植民地だったみたいです。だからフランスパン自体もめっちゃうまい。みんなが140円で食えると思ったらもう南米考えられへん。でこの中身は僕はポークのやつを選んで、ポークとあとレバーペーストみたいなやつと、でほんまはここにキュウリとかなんかようわからんサラダみたいなやつとか入るはずなんですが、以下省略です。で見通しがこの椅子、ちゃんとベトナムスタイル、むちゃくちゃ低い、膝よりもちっちゃい。ベトナムマジ最高だ、安いのにうまいっていう。安くてまずいとかやったらまあこんなもんだよねってあるけど、安いのにうまい、住めますここ。最近ビザが伸びたみたいで、昔15日までノービザみたいな感じだったけど、今はもう30日までかな、ノービザみたいな感じ。無限に折れるベトナムはマジで。前旅と思ってみたいもんや。今日はホコ天の日や、金曜日やから、金曜やからか分からんけど、昨日は近かったけど今日はホコ天らしいです。すげー、人がうじゃうじゃおる。もうあっちもこっちも人で、屋台みたいなやつもあって、やからあそこもナイトマーケットみたいなやつもやっとったり、まあ、たまにバイクはちょっと走っとったりするんですけど、でも基本的にはホコ天で、みんなパーンってやっとった、エルサルでやっとったような、ここ東南アジアみたいやなって言っとったのがちょうど逆転してる。あの時はエルサルからこれベトナムみたいやなって言ったり、ベトナムからエルサルやな、花火大会みたいな感じになってます。めっちゃ昨日とかはここビュンビュン車とか通って、その間をスルスルスルってあのベトナムスタイルでわあ歩く感じだったんですけど、今日はねもう縦横無尽に歩けるっていう感じで素晴らしい。僕が5年前来たハノイもこんなでちょうどホコ天やった時で、うわーなんかベトナムすげえなみたいな感じで思ったんですけど、いいね、楽しんでいきやす。いやすごいな、今8時過ぎなんですけど、もう中南米やったらこんなほぼないから素晴らしいです。日本はもうだいぶ例外やけど、でも海外でってなるとなんか、まあ、昔とかやったらこっちだけしか知らんだらこれが別になんとも思わんのやろけど、あの中南米を挟んだからこの8時半とか9時とかでも無限に出歩ける感じがもうね幸せです。何も気にしなくていいもん、まあ、携帯とか取られることはあるやろうけど、でもまあそんな強盗みたいな感じではほぼないと思うから、やっぱ治安行って最高やな。あんだけ治安悪いとこ行ってたけど、全然そんな治安悪いところが好きっていうか、治安いい方が僕は大好きなんで。ベトナムもさっき言ったように元フランス領やから、結構ヨーロッパみたいな作りのところが多くて、こっちも結構そうかな、ヨーロッパみたいな感じだけど、で僕たちが行くベトナムの最高に美味しい料理はこちらです。マックじゃないぞ、はい、いきましょう。じゃじゃ、これいくらだと思いますか、いくらだと思いますか。39,000円ドンです。だいたい230円と思うかな、やばない、日本が安じゃなくたらこれ200円切るやね。すごいシンプルですね。まあ日本でいうチキンクリスプみたいなやつのレタス。何も入ってないじゃないですか。何も入ってない。でバーガーはちょっと日本よりワンサイズちっちゃいかもしれない、ちょっと小ぶりかなっていう感じで、まあどうでもいい、いただきます。チキンクリスプやん。チキンクリスプですか。あ、このチリソースにつけて、ベトナムって言ったらチリやからな。海外でセットで200円ってな、南米とかだいたい1000円ぐらいしてたからさ。ギアラいくらでした？フランスのギアラ、はい、1800円。9個食べれる。ベトナムといえばこれだよ、このバイクが無限に走ってる感じと、まあちょうどここはホコ天になってるから全部あっちに流れて交通渋滞やっていく。5年前来た時こんな車走ってなかったもん。今はちょっとバスかもしれないですけど、もっとバイクがあってめっちゃ車も増えてて、どんどん経済が上がってるような感じがして。お、
懐かしいものを見つけました。こちらです。さあ来る気。めっちゃ懐かしくね。懐かしいですね。ジャマイカにもあったけど、はい、やっぱ安心です。さあ来る気は。アチアチチキンもあるんじゃないですか。ワンチャンアチアチチキンもあるな。あかんわ、むっちゃ混んでる。こちら大きいやつだったら10万ドンで、こちらちょっとちっちゃいやつだったら5万ドンらしくて、めちゃめちゃでかいですねこれ。ちゃうまそう。今回食ったらあかんレベルのイカなんじゃん。うまそう。じゃじゃーん、来ました。なんかコンビニのカップにみたいな感じが書いてきた。早速いただきます。これはうまいわ。このソースも食べてみようか。どこに置いてるんですか。特売があって、うわチリや軽いけどね、バチバチにうまい。もう一個食いたいぐらいうまい。これは弾力バチバチですか。やばい、これはエグ。やっぱタコかもしれない。なんかタコみたいでしたね今。結構タコやわ。まあどっちでもいい、とりあえずうまい。終わりや。No. じゃじゃーん。ハノイビア。ビアハノイ。いただきます。めっちゃ飲みやすい。なんかすごいスッキリしてる感じがして。南米のコロンビア、あのサンタフェで飲んだちょっと薄めの、あれやばかったけどな、60円くらいで。でも味はそんな感じかな、ちょっとスッキリとして、はいはい、若干みずみずしい感じ。あーなるほど。もうちょっとあっちの方は結構栄えてるところやったんけど、ちょっと音楽もやかましくて、まあ人も密集してたから若干俺らは離れたところでやってきたっていう感じなんですけど、いいですね、落ち着いて飲めて。めっちゃいい、この低さがやっぱええな。これ好きやわ。なんでこの高さなんてぐらいで。ベトナムらしくて最高です。飛行機も片道1万1000円ぐらいで来て、これ多分日本人みんな小屋のおかしいと思う。マジで来た方がいい。だから案件でも何でもないけど、ベトナムはマジで最高。全然まだまだ物価安いし、多分こっから数年後もしかしたら上がるかもしれんけど、今絶対来た方がいい。俺のおすすめはハノイやったら治安も全然悪くなさそうやし。まあまあというので、今回の旅始まったばっかで、その1カ国目がベトナムなんですけど、これからどんどん西の方に攻めていって、またおもろい旅を始めていきたいと思うので、引き続きね、たくさん楽しんでいただければと思います。コメントとか高評価たくさんいただければと思います。ではまた次の動画です。